慶応上か男,、ね、男のような犯罪者は以下のような、えー、発生条件で誕生するんですね。えー、これはあの数字付きで書いているのがひろゆきの意見でこの4番の丸付き数字は岡田による補足ですまず1番弱者をバカにしたり見捨てたりすると彼らの中の何パ,ーセントは何パーセントかは無敵の人になってしまう。2番 無敵のの人には、通常の刑事抑圧対策である、犯罪抑圧対策である法律や刑罰が無力である。3番。弱者を孤立させたり、いじめ続けたりすると自殺してしまう場合が多いしかし1万分の1程度の確率で何人か殺してやろう自殺は怖いし面倒だから死刑にしてもらおうと考えるやつが発生する。4番。これは僕の意見です、えー。そういうやつをモンスターと僕は呼んでます。 モンスターは確実に死刑にしてもらうために自分が本来望む以上の大事件や劇場型犯罪ですね劇場型っていうのはこう感情がカットしてという意味ではなくてみんなに見られている目立ちたいそういう犯罪を犯したいというのを劇場型犯罪と言いますを起こそうとすると、つまり本来そいつがやろうとしている以上の殺人事件というのを起こしやすいそれがモンスターの特徴ですね。あの確実ににに。死刑にしてもらうために で5番またひろゆきの意見です弱者を見捨てるとモンスターになるなので僕たちや社会というのは弱者を見捨てたり放置すると不利益を受ける、ねえーまあまあ、まとめるとこんなふうになるんですよねで あのなんで僕はこういうふうにまとめるのかというとひろゆきの意見というのは僕にしてみればすっと頭に入ってくるなんかあの当たり前の意見なんですけどもひろゆきの論法というのかなあの論の立て方っていうのは中間で過激なことを言うまずみんなが反感を持つようなパワーフレーズをバン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 パン,パン,パンチラインですね僕が堀江ンの対談で言ったひろゆきはパンチラインをいっぱい打って最後割と平凡なことを言うんですよ。 割ととい,いことを言うんですね。つまり、えー、社,あの社会的弱者を僕たちは見捨てているとよくないことが起こるよとそれはその9.11テロの時にアメリカがそれまで弱い国に対してえぐい態度をとってたからあんな犯罪が起こるんだだからアメリカは反省しなければいけないというですねもう本当に。 中央リベラルというのを言うの言んですかね。朝日新聞みたいなことをヒロイキは実は言ってんですよ。朝日新聞みたいな誰にもです、ね、反対されないような割とあの安全なことを言ってるんですけども途中段階のロジックというかですねあのワードを使ってる用語がですね強烈だから割と反感持たれるんですけど基本的に僕はあのリベラル派のですねすごい穏健な意見だと思ってるんですけどもですね